は角田夏実です、グランドスラム東京も終わったので今日は私の大好きな吉祥寺の街を案内します。では行きましょう。グランドスラムどうだった？疲れためっちゃ疲れた。何が一番辛い？大会は減量。減量どれくらい？5キロ、6キロぐらい。5キロ。ここにちょっと行って。すごい。新しいスタンプ。買っちゃった。買っちゃった。かわいい。かわいい。やば。めっちゃかわいい。いただき英語を勉強してるみたいででも全然ちょっとしか全然できなくて、コロナになる前に海外に行きたいなと思ってて、はい、それは選手として試合で出るときにでもじゃなくて行きたいと思って、でも今は全然試合ばっかりあの一瞬やらないと一瞬で分かんなくて、すぐ忘れちゃう。でもインタビューが英語で答えられたらかっこいい。おでももう一杯、今から一杯飲み行きます。世界選手権2回チャンピオンになって、まず心境の変化はあんまりあんまり何も変わってないかな。1回目より2回目の方がちゃんとなったのかな、準備になったのかなって感じです。やっとゆっくりできるって、インスタフォロワー増えて嬉しいメッセージとか、もう全然なんか返しきれなくて申し訳ないなね今日はこれでお別れです。また大会でお会いしましょう。バイバイ。すいません。